福岡県のギャラリーのロペコです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらはオリジナルステッチで編まれている可愛いお花のピアスです。ピンク系のお色が2点、そしてホワイトは2点ありますが、1点はマットな感じ、そして1点は光沢がある感じです。今回クモマグサのお花と、そしてネモフィラのお花が入荷していますが、こちらの動画ではクモマグサのお花をご紹介していきます。ネットで調べてみたらこんな感じのお花でした。99番です。こちら光沢があります。後ろはこのような感じです。横から撮影しますが、カップのようになっています。100番淡いピンクです。そして下に下がるのはクラック水晶天然石です。101番です。こちらマットな感じです。102番明るめのピンクです。ご紹介のピアスはすべてフック型です。同じデザインなのでお色がわかりやすいこちらで揺れる感じをご紹介します。手に持った時の大きさです。ネモフィラとそしてクモマグサ、お花のデザインは同じなんですが、中央部分のビーズの配置が違います。お店の入荷情報ページは動画内に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。またのろぺこでは布雑貨、アクセサリーなどの委託作品も常時募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。詳細はのろぺこで検索していただいて、お店のホームページをご覧ください。You can now order from men overseas. No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything with answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop. https://min.com/@noropeco